タイのブリーラムユナイテッドで3年連続の3冠達成に挑戦中の石井監督が、契約を1年残してタイ代表のテクニカルディレクターに就任しました。これはブリーラムユナイテッドのオーナーによる推薦で実現した栄転で、すでにタイ代表のスカウティング活動を行っている石井さんの姿が確認されています。タイ代表はロシアワールドカップで日本代表をベスト16に導いた西野朗さんが2019年から2021年まで指揮、現在はカレン・ロバートさんが所属していたスパンブリー FC などを指揮し、タイのサッカー事情に詳しいブラジル生まれのペルキングさんがタイ代表の監督をしています。2年連続国内3冠、タイの最優秀監督にも選ばれた石井さんはタイ代表の戦術面の強化を期待されており、同時に今回の推薦はタイ代表監督を引き継ぐための布石と予測されています。タイ代表の監督といえば、サムット・プラーカーンの監督時代にも石井さんに就任の打診がありましたが、その時はクラブのオーナーが石井さんにオファーを知らせずに断ったというエピソードがありましたね。同じオーナーなのに片方はタイ代表への話を断り、片方は推薦するという日本人から見たら面白い展開になっています。タイの田舎クラブを強豪チームに成長させたムアントンユナイテッドのオーナーはタイ代表を強くしたい思いも強く、これまでに若手選手を同じタイ人が所有するレスターに練習参加させています。先日も札幌のスパチョーク選手の弟がレスターと契約し、まずはミサオ選手が所属する提携クラブのルーベンでプレーする話がありました。タイ代表はこれから9月に毎年開催しているキングスカップ、10月にヨーロッパ遠征、11月からワールドカップの2次予選で韓国代表や中国代表と対戦します。カタールワールドカップでは2次予選で敗退し、マレーシアよりも順位が下の4位と散々な結果に終わったため、今回は石井さんをスタッフに入れて早急に手を打ってきました。一方で石井さんの後任としてブリーラムユナイテッドはアーサー・パパスさんを招聘、ポステコグルー時代のマリノスのコーチで J3 の鹿児島ユナイテッドや斉藤学選手が所属したニューカッスル・ジェッツで監督をしていました。まだまだ石井さんのタイでの活躍は続きます。ワールドカップアジア予選ではぜひタイ代表も応援してください。